おでこのような広い心、短い足は君との距離、あなたの一番輝く存在になりたい、ちっちこと清水谷雄一です。さあ始まりました YouTube ということで、今日はですね、ちょっと本題に入る前に皆さんにご報告というかお知らせがあります。この自己紹介動画でも話したんですけど、この、チャンネル名にもあるみたいに D マニア、ディズニーマニアってことで、今自分が大学院の勉強でやってるようなクラスで授業で受けてるような、あのアメリカをディズニーを通して見るみたいなことをちょっとね、アカデミックに授業形式っぽく上げていこうかなっていうふうなことを考えてこの YouTube を開設したんですけど、今の皆さんの視聴者の方のニーズを考えまして、最初のうちはこの留学生活がどういうことなのかとか、今チッチがですね、このアメリカロサンゼルスでどういうことやってるのっていう方がみんな興味があると思うので、そういうことにですね、ちょっとフォーカスを置いて、そういうものを基本的には最初のうちはですね取り上げてって、後々に、ディズニー の, そのアカデミックのような授業の内容のようなことをですね上げていけたらいいなっていうふうに考えています。なので、それで、お知らせというかご報告はあれですね、最初のこのキャッチフレーズ、やっぱり YouTuber といえばキャッチフレーズだと思うんですけど、そのキャッチフレーズの今日やったみたいに、あの挨拶で始まった時はそういう留学とか生活面的な感じのことを取り上げる YouTube 動画で、皆さんこんにちは、ようこそ D マニアチャンネルへっていう風にやって、挨拶で始まった時はちょっとねアカデミックな授業形式っぽく的な動画を上げていきたいなっていう風に考えています。なので、それがですねお知らせというほどでもないんですけども、最初のうちはなので、このアメリカでの生活というのを上げていって、後々にディズニーのこととかアメリカのことについて授業形式で上げていけたらなというふうに思っておりますので、それまではですね、しっかりとこの私のこのアメリカでの生活を皆さんにお届けできたらいいなというふうに思っています。そしてですね、YouTube をですね始めていくつか動画上げたんですけども、たくさんの皆様からですねコメントをいただきまして、動画のコメント欄じゃなくてインスタとかDM とか LINE でですね、ちょっと動画のクオリティ質が悪いというご意見をたくさんいただきまして、その中で編集がですねできるよっていう方がいらっしゃいまして、その方がわざわざ無償で、これでマネタイズがね YouTube でマネタイズができるまでは無償で編集やってくれるよっていう心優しい方がいらっしゃいましたので、ちょっとですねこの動画からはですねその方にお願いして、この動画の編集とかですねテロップもつけてくれると思いますので、ちょっとね動画の質クオリティアップにですねご期待いただければなというふうに思っております。さあそれではですね本題の方に入りまして、留学に持ってきた方が良かったもの3選ご紹介したいと思います。まず一つ目は電子辞書です。みたいな、早速みたいな、いらなくねみたいな、今時みたいなことなんですけど、そう今時ね電子辞書なんて必要なくねみたいな、でいろいろとウェブとかそれこそ YouTube とか調べて留学していらなかったものみたいな、必要なかったもの3選とかいう時に大体上位に電子辞書って入ってるんですよね。で僕も親しい人とかになんか持っていらないものか、なんかいらない留学したことがある人とかにこれいらなかったなみたいなあるみたいな聞いたら、大体みんな電子辞書いらないって言うから、で携帯で調べればいいってみんな言うし、どの YouTuber もウェブにも今時携帯で調べれますみたいな、そっちの方が早いですみたいな、携帯はいつでも持ち歩いてるので便利ですみたいな、で確かにみたいな、実際に日本で英語の勉強する時も携帯で調べることの方が多かったし、あいいなと思って、携帯で十分だなと思ったんですよ。それがね問題でした。携帯っていうのが、皆さん携帯開くときなんで携帯使いますか？インスタ見たり LINE 開いたり Facebook とか TikTok とか Snapchat とか分かんないけど SNS 開いちゃいますよね。そうなのよ、自分もね勉強しててエッセイで読んでたりとか文章とか本とか読んでて、分かんない単語がね出てくるんですよ、やっぱりどうしても。
そしてボキャブラリーに丸とか、まあ、線とか引いて後で調べようみたいな。で問題解いて、あそうそうこの問題はあれ分かんなかったんだよねみたいな、この単語意味が分かんないから調べようと思って携帯開くじゃん。でボキャブラリーを調べようと思って携帯開いたのに、もうこれ習慣化されてるからもう勝手にそうなっちゃうんだよね。スワイプしてそのまま人差し指はインスタを押しちゃうのもなぜか、これもう本当癖になってるからやばい本当に。でボキャブラリーを調べようと思って携帯開いてるにもかかわらずインスタをしたりスナップチャット開いちゃったりするのよ。それでさ、もう SNS 開けばもう面白いコンテンツがいっぱいあるわけでしょ。でもう見ちゃうわけ SNS、 あインスタ、あストーリー誰か更新してるとか、あスナップチャットだとか、あ TikTok はもう本当に面白くてずっと見ちゃったりとかして、せっかく勉強しようと思って椅子に座ってね机でも勉強してて、でボキャブラリー調べようと思って携帯開いたら、ボキャブラリーを調べようと思ってるにもかかわらず携帯でインスタを見ちゃうのよ本当に。これね、ここ気をつければいいかなと思って、あのホーム画面の一番最初に来る画面にインスタとかスナップチャットとか SNS 系をもうどかしたの。でもなんか英語の勉強系のあのあれをアプリを表面というかの一番最初のホーム画面に設定したんだけど、それでもなんかね、もう癖でスワイプしてインスタみたいな、スワイプしてスナップチャットみたいになっちゃうの。これ本当にもうでもそれで頑張れよみたいな、いや勉強してんだから頑張れよと思うんだけど、もうこれ癖 でなんかついもうねディストラクサイ、あのもう邪魔で勉強の邪魔になっちゃうから、これがもし電子辞書だったらね、分かんない単語だっても電子辞書開いて調べればいいから、電子辞書やっぱり必要だった。今の電子辞書ってさ、質もいいしさ、音ももちろん再生されるしさ、何色がついてたりとかさ、写真もあるわけじゃん。だから電子辞書やっぱりちょっと個人的にはね、これはねもうきっと皆さんなら勉強してる時にそんな SNS 開かないよと思う人は本当にいらないと思うんですけど、もうどうしてもねその SNS の誘惑に勝てなくて携帯をもうこうしたらもう SNS 開いちゃうの。だからね絶対に、でしかもさ、そうするとさ勉強しててさ、せっかくモチベーションが上がって勉強してようとしようと思ってるのにさ、携帯開いちゃう見ちゃったらさ、なんかうわこのタイムめっちゃロスみたいな思っちゃうじゃん。だからねちょっと電子辞書持ってくればよかったなと思って言ってるのがねちょっとあるところですね、個人的に。あ持ってくればよかったなと思ってるもの。だからきっとこれはこの誘惑に勝てる人とかね、志が強い人、意志が強い人は電子辞書は必要ありませんが、携帯ついついですねいろんなもの見ちゃうよって人はちょっと電子辞書の方が勉強に集中にあたりいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、あそれでこのちょっとあんまり関係ないんです、関係なくないけどちょっと思い出したことがあって、あの今英語を教えてくれてる先生が幼稚ぐらいのレベルだったら日本語に、ね、変換するんじゃなくて英辞典で調べた方が絶対いいよって言われたから、それで調べるようにしてます今は。で何がメリットとかあんまりちょっと分かんないんですけど、まあ、その先生をねちょっと信用してとりあえず今は英辞典で英語分かんない単語があったら調べるようにしてます。でもあそれで調べると思っていいなと思ったのは、なんかそのシソーラスっていうか、ね、類語が分かるから、そのなんか単語があるじゃないして調べるとさ、その単語の意味がさ英語で書いてあるわけじゃん。そうするとあこれってなんとなくこういう単語と一緒だなっていうのが分かるようになるから、あそれはいいことだなと思いましたね。だから A で調べるようにしてますっていうのがちょっと補足。まあ携帯でね調べると、あとそう思ったのは携帯であと調べてるそのアプリとかもさ、あのロングマンとウェブスター使ってるんだけど、それもねアプリ、公式アプリが出てるからそのアプリ使ってるんだけど、どうしても広告がね入ってくるんだよ。で有料とかにすれば広告なくなるんだろうけど、やっぱりそこにそんなにお金かけれないかなとか思っちゃったり、あでもそしたらじゃあ電子辞書の方がいいのか、あ電子辞書の方が高いかとかね、今いろいろ考えちゃうんですよ。そう広告が入ってつつ、それもあの何ディスタービングさしちゃうでしょ。だからそう、あのアプリも広告も入っちゃうよってこと。そうそれで、あのそう英辞典を使ってますということです。で、2つ目はなんだっけ、あこれもねもう一個英語勉強系に関することで、2つ目は英文法書。ちょっと分厚めのさ、高校生とかになるとさ、ちょっと分厚めのさ文法書みたいなものあるじゃん。一通りに文法が書いてあるやつ、関係代名詞とか不定詞とか過去分詞とか、あの前置詞とかいろいろと、あれね一冊持ってきた方が良かったなっていうふうに個人的に思ってます。
もちろん会話する時とか文法なんて関係ないでもうとにかく喋った方がいいとかいろいろあるし、そんなに文法に意識しすぎちゃうのは良くないよっていうのはもちろんそうなんですけど、やっぱりなんだかんだ言ってグラマー、文法ってすごい大事で、特に自分のこのプログラムのカリキュラム的に月の初めに研究パーパス、研究目的みたいなのを文章で提出して1ヶ月通して調べて、で最後の月の最後の週に発表みたいな、でその発表っていうのがプレゼンテーションとエッセイ書かなきゃいけないんだけど、それの最初に月の初めに出すそのステートメントパーパスと最後に提出するエッセイってやっぱりそれなりに正式っていうかちゃんとしたものだから、自分で何回も何回も見直す、それこそみんなが論文出したりとかするみたいな、課題提出するみたいな感じでやっぱり見直す時とかに文法の参考書みたいのがあるともう何でもいいと思う。それは別に自分が好きなやつ、フォレストでもいいし、ファクトブックとか、あと何、1億人の英文法とかいろいろとね、今文法書、いい英文法書が出てるから、それをね一冊で持ってきて、であれこれってっていう時とか、待ってこっちってとかいう時、そのなんかもうちょっと精読する時っていうか、もうちょっと何なんていうの、そういうの分かんない自分の書いたやつを添削するとき、添削するときに英文法書があったりとか、あとは関係代名詞だと、関係代名詞、とにかく関係代名詞、ちょっともうちょっとあやふやできちゃったから、関係代名詞と、あと過去分詞、どういうときに過去分詞使うのみたいなときとか、あと関係代名詞はちょっといろいろとややこしいから、そういうときとかもうちょっとね、英語を実際に返したりとか喋っていく中で、あれこれってっていうふうに思うときが絶対来ると思うの。そのときに英文法の参考書があるとちょっとね便利だったかなというふうに思ってます。なので、英語関係で言うと、英語の勉強関係で言うと、その電子辞書とあと英文法参考書でも、これももう英語を完璧みたいな、使うだけみたいな人はあんまり必要ないかなと思う。なんかあと英会話を目的にしてる人とかだと、あんまりそんなに英文法書が必要じゃないのかなっていうふうにも思ったりしました。それこそね、もうたくさんの人がやってるみたいに、会話するだけにそんなにこれって S つけた方がいいのかなとか、これ魚かなとか、これって過去形かなとか、あんまりね、そんなにね、英会話って時だったらそんなに意識しなくても通じるし、実際にあんまり意識してなくても多分適当な文法を喋ってるんですけど、授業にもついていけてるし、コミュニケーションもみんなと取れてるので、そんなに問題ないのかなっていうふうな気はしてますけど、そういうなんだろう、それなりにちゃんとしたエッセイとかを書くときとかにちょっと見直す参考になるような文法書があったりとかするとか、あと自分で分かんないこととか、もっとね英語を向上するにあたり、これちょっと分かんないなと思ったときに調べれるソースとしてあるとよかったかなというふうに思ってます。そして最後3つ目は、パーカー、ちょっと厚着 何上着が必要かなと思いました。ロサンゼルスは皆さんの想像するようにあったかくて、日もねすごい太陽が出ててすごいポカポカしてあったかいんですよ。今も11月中旬ですけど、日中はねちょっと太陽が出てて半袖で全然十分なぐらいで、半袖長ズボンで全然十分だし、朝と夜がすごい冷えるから、その時にパーカーとかあればいいかなと思うんですけど、そうじゃなくて夏でも、これはね夏でもなんですけど、特に寒がりの方、アメリカのクラスの授業、クラスルーム、教室の部屋めっちゃ寒い、もう死ぬほど寒い、もう冷蔵庫みたいな、スーパーとかでさアイスとかさ、ある売ってるじゃん、コストコとかの冷凍の部屋ぐらい寒いの本当に。でこれアメリカって全然エコじゃなくて、本当に教室がなんかもう建物全体で管理してたりとかするから、一つ一つの部屋が調整できなかったりとかするの。私あとなんかこのアメリカの独特の感覚なんか分かんないけど、日本だとさ寒い人に合わせてさ冷房止めたりとかさするじゃん。だからこっちだと寒ければ上を着ればいいから、暑い人に合わせるのね。だからめっちゃどんなに寒くても、あじゃあ上着着ればいいじゃんみたいになっちゃうので、暑い、あと体感温度も全然違うらしくて、体温がね違うらしいんですけど、だからみんな全然本当にめっちゃもうこっちからしたら震え上がるぐらい寒いのに、全然みんな半袖短パンでなんか暑いみたいな感じしてるから、
ちょっとね、特に寒がりな方、あんまり自分日本だとそんなに寒がりじゃなかったんですけど、絶対にですね、上着、パーカー、あともうフリースがあってもいいぐらい、フリースとかも本当にパッサッとね、羽織れるものが絶対にあった方がいいと思います。それはこれはアメリカ、ロサンゼルス特にあるあるなのかな、わかんないんですけど、とにかく教室が寒いので羽織れるものが必要。ちょっと今はちょっとアメリカ人ぶって半袖で過ごすようにしてたりします。嘘です今日は本当になんか知んないけど今日はなんかみんなの意識的に寒い、外が寒いっていう意識があるから冷房をつけないと思ってるらしくて、今日はですねちょうど過ごしやすいんですけど、こんな感じだから、せっかくロサンゼルスで太陽が出ててあったかいのに教室めっちゃ寒いみたいな、もう謎現象が起きてますっていう感じですかね。なので簡単にもう一回復習すると、一つ目が電子辞書。これは、携帯で調べればいいじゃんと思うんだけど、携帯はついついですねインスタとかスナップチャット開いちゃうから。で、二つ目が英文法参考書。これもですね、英会話とか特に英会話をしたくてとかですね、留学する人は特に関係ないかなと思うんですけど、まあ、特にですね添削したい時とか、ちょっと分かんないことを調べたいなって文法で困った時にあると便利かなと思います。そして3つ目は、羽織る上着。もう絶対ね、もう軽いもなんかユニクロでさ、今ちっちゃいいものがあるじゃん。それはですね、リュックに絶対毎日持っておくと、もう寒くて震え上がって風邪ひくっていうようなことがね防げると思いますので、特にアメリカ留学したいなって考えてる方、この3つ忘れないようにパッキングしてください。じゃあ僕はどうしてるかっていうと、ちょっとですね12月に弟が来るので、その弟にですね、今言ったこの3つを持ってきてもらいたいなというふうに思っております。まあ、パーカーは持ってきてたの、ジャケットはねあるのでいいんですけど、ジャケットぐらいじゃ済まないなと思ったので、ちょっとダウンを、軽いダウンを持ってきてもらおうと今ふうに考えています。まあね、仕送りもあるのでそんなにあれかなと思うんですけど、その仕送りのね、仕送りっていうかその郵送代も高いので、まあ、パッキングに合ったらいいんじゃないかなというふうに思っております。さあ今日はそんな感じで、お知らせと留学に持ってきた方がいいもの3つ3選でした。この動画が、そう、それで最後なんて締めればいいかって考えてたんですけど、やっぱり YouTuber といえばこれで締めたいなというふうに思います。この動画が役に立ったよっていう方は、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバーイ。